火の道は、松本清張の長編推理小説。朝日新聞に、火の回路のタイトルで連載され、開題の上、1975年11月12月に、文芸春秋から刊行された。1976年にテレビドラマ化されている。ペルシア人、ゾロアスター教徒のアスカ時代伝来説を描き話題を、読んだ、著者の古代史ミステリーの代表的長編。革命前、 パフラビー町末期のイランが重要な舞台となっている。カメラマンの坂根洋介は、奈良県飛ス村の石像遺跡を取材中、遺跡を真剣に観察する女性、高須美智子に出会う。道子は、奈良市内に宿泊していたが、散歩中に、ホッケジの近くで、男が刺されているのを発見する。被害者、カイズシン6に同情した道子は、強犬を思い立つが、 病院に向かう途中で坂根と再会した。カイズの歴史学と時代の噂を耳にした坂根は、カイズ周辺の人間関係に疑問を抱くようになる。他方、論文、アスカの石像遺物を発表した、道子のもとに、カイズから強血の霊を兼ねた丁寧な感想が届いた。カイズとの議論や、文通のやり取りによって、自らの仮説を検証していく道子は、イラン行きへの思いを深める。 坂船石沈黙の当1976年4月8日から5月27日まで NHK のシリーズ人間模様は国て全7回の連続ドラマとして放映。ありがとうございます。